黒田紫は、日本のチアリーディング指導者、高等学校英語科教員である、津田塾大学卒業。現在は、英語教員である。大学在学中の18歳の時、日本初のプロチアリーディングチームのメンバーに選出され、国内外の多くのスポーツイベントで活躍をする。大学卒業後に、県立高校の教員となり、神奈川県立住吉高等学校英語科教師に就任。 チームを作る。競合大学チームや社会人チームを跳ねのけ、総部わずか3ヶ月の無名のチームを全国優勝させ一躍有名になる。その様子はテレビのドキュメント番組で何回も取り上げられた。住吉高校は3年連続日本一となり、黒田の指導者としての手腕は全国にとどろいた。後に学校後輩で荒れた神奈川県立茅ヶ崎高等学校に移動し、 そこでもチームを作り全国優勝に導いた。低変更のチームが全国優勝をしさらに世界大会にまで出場したというニュースは全国に衝撃を与えた。教師としての活動以外にもチアリーディングの演技者、指導者として活躍をし世界的に有名である。また、プロ野球や J リーグのチームにチアリーディングチームを立ち上げ育成した。黒田自身も選手として 演技をしていた、ランサーズは、湘南ベルマーレ横浜ベイスターズ、横浜 F マリノスで活躍した。湘南ベルマーレ時代は、ランサーズが出る試合は負けないと、腐敗神話が生まれ全国史で取り上げられた。横浜ベイスターズ時代には、ランサーズが出演した試合での勝率が6割を超え、2004年シーズンから、姿を消すと、ベイスターズも低迷した。マリノスの試合では、 元々のランサーズのメンバーに公募によって選ばれたメンバーが加わり、トリコロールランサーズとして活躍した。しかしこのチームも1年で姿を消した。離婚し、2人の子供を1人で育てながら、現役チアリーダーとして、活躍を続け2007年に、46歳のチアリーダーとして、話題となった。接触障害やバセド病、脳梗塞と戦いながら懸命に生きる姿は、 NHK の情報番組、つながるテレビヒューマンなどでも取り上げられた。壮絶な生き様は、著書、先生はチアリーダー。小持ちバツイチ44歳の中で語られている。ダンサーズが、プロ野球マスターズリーグの公式チアーチームであった、ことから、生前の大沢刑事がこの本の推薦者となっている。2011年、スポーツ番組で取り上げられ、久しぶりに、メディアに登場する。 スタジアムでの演技より、脳梗塞や、アンチエイジングに関しての講演の方がメインとなってしまったが、黒田自身はあくまで現役にこだわりたく、呼ばれれば、どこででも演技をすると宣言していた。いつでも演技ができるよう今も40年前と変わらない、スタイルを維持しているという。シングルマザーとして働きながら、二人の子供たちを一緒に育て上げたことも注目され、著書。 90%は眠ったままの学力を呼び覚ます。育て方は教育本としては珍しくベストセラーとなった。子供の育て方や能力の伸ばし方に関する講演も多数行っている。2012年にはテレビ東京のミニ番組生きるを伝える。2013年には朝日新聞首都圏版有感、華麗な人で健在ぶりが取り上げられたほか、 同年7月26日には文化放送吉田てるみとべサルバドールにゲスト出演した2014年3月現在は神奈川県立山と南高等学校のダンス部顧問を務めている2020年春独立リーグに新たに参入する神奈川フューチャードリームスの専属チアチームの指導を監督を務めるなど58歳になっても現役チアリーダーとして 他方面で活躍中である、ありがとうございます。